いつもさ、うん、振り遅れないでって言ってるけど、うん、プロの人たちは、うん、もう振り遅れないもん。バリバリ振り遅れる。振り遅れるし、プロでも瀬戸際っていうか、もう瀬戸際っていう言い方おかしいな。プロでも振り遅れるか振り遅れないかってめちゃくちゃ近い存在なの。そうだから、優勝争いしてる人でも優勝争いしてない人でも、トーナメント出てる人でも全然振り遅れるから。そう、うん、だからそれぐらい身近な問題なのよ。身近な大問題なの。大問題なの、うん、油断したら振り遅れちゃう。全然振り遅れちゃう。そんなんで、まあ OB まがいの球打ったの何百発ってあるからね。あ、そうなの。全然ある、全然ある。試合中とかね。あ、そう。それは例えば両サイド、もちろんハザードだとか、ね、ペナルティーゾーンとか、あとはどっちかがセーフでどっちかがアウトとか、もうそういうとこでちょっとでもロケーションが嫌だなと思ったら出る可能性があるから、誰でも。だって全然タイガーとか松山選手ですら振り遅れるからね。え、そうなの。そうよ、全然振り遅れるよ。もう不思議じゃないポイント。そうなの。うん、全然全然。いつでも戻せそうだけど。全然振り遅れる。そうなんですよ。そう。だからタイガーがよくこうやってやってるのは全部振り遅れだから、右飛んでますよって遠くの人に声じゃ伝わんないから、こうやってジェスチャーで合図してる。やるんだ。そう、振り遅れてる。振り遅れてる。全然あるよ。それやろうか。やろうか。ね、うん、僕も動画で散々振り遅れないでください、振り遅れが原因でたくさんの悪いことが起こりますよって言ってきました。何が原因っていうわけでないんですけど、例えば飛ばそうと思ったり上げようと思ったり、そもそもナイスショットを打とうとしたりすると出ておかしくない動きなんですよ、振り遅れっていうのは。普通にじゃあ OB 嫌なんで優しく打とうとして、それでも振り遅れが出るんですよ。ちなみに30センチのパターでも振り遅れが出ます。いつでもどこでもいるんです、彼。油断するとやばい。そうだから結構俺レッスンで見るのは、最後レッスンの最後ラウンドするんだけど、だいたい OK、 30センチとか50センチぐらいって OK って言って、ワンパットで行った手でもうボールピックアップしちゃっていいの。それをやってもらうの、いきなり。今まで OK って言ってたのに、じゃあ誰々さんそれやってください、練習なんでって言うと、マークして構えるわけよ。えっつって、でまあモヤモヤするだろうね、なんでこれやらせんのって。 OK でしょって。でも50センチを5センチバックして55センチで打たせるか、ちゃんとしたら振り遅れる可能性がある。実際そういう方いるから。外すんだ。外す。入れようを絶対そこに入れようとして、パターでもこうやって振り遅れる。あ、そこに引いちゃうんだ。そう、こうやってこうヘッドがこうやって要は出ない。そうだから、ドライバーだけだと思ってる方もいると思うけど、パターでもあるから、要は全クラブってことで。そう、ドライバーからパターもあるってこと。全て振り遅れる可能性のあること。プロはそれ分かってるからさ、うん、余計戻そうと思ってるんじゃないの。でしょ、うん、それで振り遅れるから。もっとってこと。そうだから、すごく意識してもらいたいの、もっとね、振り遅れっていうのをちょっと打った方がいいかな。俺が言いたいショット打っていい？打った後に説明するね。なんとなくまとめにいって、なんとなくちゃんとスイングの形も取って、リズムもいい、力感もいい、ボールド右、これですよ振り遅れ。そうだから、練習場で遠目から見たらボールなんか行くとこね、分かんないし、ちゃんと浮いてるから。だけどめちゃくちゃあの人いいスイングしてんなっていう人がいるとするじゃない。でもボールあさっての方行ってるじゃない今。だけどフォローする格好つけてたから分かんない。そうでしょう、そうでしょう。これフォロー格好つけてるからさ、そうでしょう。フォローってのかなと思ったら超右飛んでるから。そうだから、うまくリズムよく
触れたとしてもああやって振り遅れる。あれが例えば朝一出たらもう大変よ、一日もう調整で終わるから。でもあれでしょ、やりすぎたら左行っちゃうんでしょ、でそれを考えるとまた右行くんでしょ、で頭の中で一人でぐるぐるしてるから。だから振り遅れっていうのはいろんなことが出ちゃう。本当に右だけじゃなくて、あれアイアンだったらシャンクかダフリだからが出るんだよね。前もその動画で言ったんだけど、振り遅れってトップ作ってここから腰の回転がこう早すぎるんだよね。早すぎてクラブがインパクトに間に合ってない。多分この体の関係だったらクラブってもうここにあるのよ。そうだけど当たってないんだよね。そうこれがもちろん振り遅れ、振り遅れてるんだよね、もちろん。でこうなってくることってすごく多いんだよね。でクラブさばきがやっぱり早くないといけないんだよね。俺何打ちを推薦してるっけ、俺何打ち、うん、で打ち、そうだよね。これね、形めちゃくちゃ変よ。手打ちで打ってみるね。めっちゃくちゃいい球でしょ。そうだからもう俺1球目のカッコつけたスイングでもうテポドン打ってんのと、もう今の変な手打ちでまっすぐ打ってんのって言ったら俺2球目選ぶもんね、絶対に。そりゃそうだよね。そう、ダセーなんであれ嫌なんだろうって俺思っちゃう。ダセーから、ダセーから。あ、そっか、極端にやってるから。確かに確かに確かに、初めのカッコつけも極端にカッコつけてるから。確かに確かに、向かって面白いから。振り遅れ、振り遅れですね、カッコいいやつ。グッバイ。ゆっくり見てんの。すげえ握ってんのに逆に出せよ。ゆっくり見てんの、逆に出せよ。超面白い。そうあれと、うん、あれだったらそう、そう、た、そう、球はね、そう、確かに、本当に、結局これも戻してるかどうかの話になっちゃうけど、でもその振り遅れてるっていうことで、もちろん相当なね、ミスショットの種類も出るし、その本当に一流プロでも振り遅れるっていう身近な動きっていうことをもっと理解してもらって、どうすれば振り遅れないかっていうこと、これまた俺好きなネタなんだけど、直し方、ドライバーでこれ振り遅れてないじゃない、またこっからかよって話なんだけど、これで振り遅れる距離がある、振り遅れ始める距離、まだいいね。まだいいね。フルスイングして振り遅れませんでした。今こういう動画を撮ってるんで相当意識したから振り遅れなかったけど、あれ例えば本当にこうやってそうやったらやるから右。そうだから本当気を抜いたり、例えば1、2、3番ホールが打ち上げ打ち上げ打ち上げで、4ホール目に打ち下ろしきたらやるから、やりやすい。それね注意が逆もあって、打ち下ろし打ち下ろし打ち下ろして4ホール目に打ち上げきたらマンチ来るから、来るからっていうのもおかしいけど可能性が高い。そうだからそういうのもある。なるほどね。そうだからインペリアルの西の3番とかね、3番とかそういうところで結構ある。あとねインペリアルの西の6番のちょっと打ち上げの短いミドルがある、そことかチーピン、ただティーグランドがちょっと左足上がりだから右もあんのよ。そうだあそこ短いミドルでなんちゃないのよ。ドライバーナイスボール打ったらショートアイアンなのだけど意外とドライバー散りやすい。そういうのがね結構ある。だからそういうふうに
自分の意識してないところで振り遅れさせられちゃうこともある。なんかこうふわっと浮いたりね、そういうことってあるから、だからティーグラウンドの傾斜だったりそういうものも意識しなきゃいけない。そうだから本当に、ね、振り遅れることっていつ起きてもおかしくないって思ってもらった方がいいんだよね。なんでその振り遅れに対してもっと意識を持ってもらって、クラブを前に押してあげる、前に押してあげる、右手とクラブで打ちたい飛球線というか、こうターゲットを刺す、フォロースルーでこの位置ですね、刺してあげることをもっともっと意識した方がいいです。 それはすごい大事だけど、僕のイメージは振り遅れてこうやって打ってますけどね。カットしようかなそれ、うん、これはカットしてください。マジなやつ、また違う動画でやります。なっちゃうから、うん、また意味わかんなくなる。そうね、そうだから本当にさっきもやりましたけど、練習としてまず振り遅れないスピードでポンって遊びで打ってみることがめちゃくちゃ大事なんですよ。前も動画でこうやってスプリットグリップとかやってましたけど、そうこういうグリップでも普通にグリップでもいいですけど、とにかくフォロースルーで右手のグリップの方が左手グリップより上に来てる、これがこうやってなっちゃったらもちろん振り遅れちゃってるんで、右手が下に来てる、必ずフォロースルーで右手グリップの方が左よりも上に来てることが条件というか、振り遅れさせない動きなんで、その動きを意識していただいた方がいいですね、うん、あれ前の動画であれだね、腰回さなきゃ振り遅れないんでしょ。そうだね、腰行このまんまだったらあんまり振り遅れないからね、頑張ってる人は。そもそもそこに意識がない人はこれでも振り遅れちゃうけどね。あそっか、ダメだね。そうだから意識は絶対いつもしてた方がいい。これでノーコックで普通に真ん中でこうやってやったら振り遅れようがないから、そうだから、そういう意識からノーコックで普通に体の回転でポンって打ってあげるのもすごいいい練習だよね、うん、ああいうふうに練習してあげる意識っていうのが大事。そうまあ何でも意識ですよね、うん、無意識でできることっていうのはやっぱりそれなりに回数重ねたものしかないので、やっぱりこう練習量だったり少ない方もいらっしゃると思うんですよ。そういう場合は強い意識を持って普段の練習から取り組んでいただいた方がいいと思います。で今回はですね、いきなり始まりましたけども、振り遅れについて動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。